はい、この写真なんですが、ちょうどですね、彗星が桜島の火口に吸い込まれていくような、そんな写真が撮れました。今日国立天文台に聞きましたところ、もう二度と戻ってこない一期一会の彗星だろうということです。